はようございます。おはようございます。さあ、1年ぶりの登場になります。はい、福井誠之助くんです。お願いします。お願いします。あとインスタグラムでも私フォローさせていただいてるんですけども、やっぱ大きくなったなと思ったんですよ、うん、けどやっぱ実際見ると全部この重さだね。可愛い。今日もお父さんキャディでやってもらいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で今日は前回はジュニアの T でやってたんですけど、うん、ちょっと今回はお願いしてレディース T で、うん、ゆこと一緒に回ってもらいます。ちょっとね大変だと思うけど、うん、頑張ってね。どんな感じのプレーを見せてくれるのか楽しみましょう。楽しみです。はい、世界で2位だからね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。うん、ナイスショー。距離伸びてるやん。すごい。真ん中。めっちゃ飛距離伸びてるやん。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張する。変な緊張感。めちゃめちゃ緊張する。よろしくお願いします。お願いします。ゆこ、はい、実はせいくんは、うん、その世界ジュニアでなんと2位、うん、世界で2位。すごいですね。世界で2位。どうでした、緊張。すごい。緊張とか試合は、うん、あんまりなかった。すごい。世界のジュニアゴルファーとの対決はどうだったの、うん、強かった。強かった。まだまだ頑張んなきゃって思った。そっか。一本木あるじゃん、まっすぐボーンって立ってる、あっちの方向になってきゃいいと思う。ナイス、ナイス。もう少し近い近い。手ちょっと頑張る。なんと昨日転んだらしい。そうです。ラフが深くなってきます。お、うまい。いいよ。いや、完璧じゃん。完璧やん。うまっ。ありがとうございます。ナイスよ。イエイ。いや、超距離感抜群よ。絶対ミスると思ってウェッジ持ってきたの。パパの予想裏切り。ナイスオンです。今の方がいいな。グリーンが早かった記憶がある。手前からであんだけいってるから。そうだよね。結構転がります。あ、水かけもこう。おい。いいじゃん。いい。早い。ナイスタッチ。どうする？抜いとく？抜く？抜いとく。オッケー。お、今なんで抜いたんだ？素振りした？だよ。ゆっくり。早いな、打つの。入った。早い。うまい。ありがとうございます。早い。うまいよ。ナイス。やっぱりやん。ありがとうございます。すごい。ナイスタイム。セーブの尺切れたら相当すごいね。意外に長かった。5000。いけるよ。頑張ろう、うん、もうパーがバーディーだから。ちょっと切れたら、いや、パーがイーグルぐらいよ、うん、すごい。でも2アンダー。イエーイ。スコアが気にしなくていいからね。長いから。しっかり大きくね。おー、
イースティ楽勝だよ。うん、5万円か。こんだけ飛べば。ね。今飛距離どれぐらいですか。今130ぐらい。30ぐらい？130かな。130でパー取るんだよ、ゆっこ。はい。はい。それはもうなんか飛ばない女子すごいなんか、ね、未来が明るい。朝ごはんはまだ食べてないんですか。そう、さっき起きたばっかで、うん、あ、おはようございます。朝早かったもんね。朝早かった、うん、じゃあ、せいくんの今のベストスコアはいくつですか。69。すごー。去年の、まあ、はい、去年だって試合の前に回って、うんうん、調子悪いってなって、うん、結構もう不安で、その後もすごい練習してて、そしたらベストスコアで優勝しましたってメール来て、すごいすごいメンタルが強いね。でも本当にいい練習になりました、うん、結構アップダウンのコースでね、うん、いい練習だったよね。ね、自立がしてますね、お父さんのキャディの感じが。なんかやらせてますね、自分で。あ、今そうですね。そう、去年の方がなんかもう突きっきりみたいな、そうそう、右左みたいな。そう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 。ナイス。まあ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 、ちょっと長いからここは。いいから拾ってきた、しっかりボール。いけそうな気がするんで、出てきよう。なんかに落ちたかわかんない。いや、なんかくぼみに。どうですか、今ちょっと 2ホール目に入ってますが、うんうん、早いね、打つのが早いでしょ。すごい、なんか、てかそんな迷いなく打てるって。そう、そう、私が 今さっきスコアカードちょっと返したら、もう課金中かもうドライブ打ってたと思う。ほんとにね、うん、パターもね、え、まだ待った方がいいんじゃないって、ね、パーパットだよとか思うのにすごいね、迷いがない。ほんとに迷いがない、うん、気持ちいいね。うん、サクサクサク、すごい。サクサク、ちょっと見習わなきゃと思う。ちょっとスロー、はい、うちら別にスロープレーではないけど、ちょっと遅いかなと思っちゃうね。入ってからそんなあんなパンパンってすぐ打てないから勉強になる。お、ゆうこ近いよ。はい、よかった。ここはなんとかして絶対ボギーだもん。パーでしょ。ね、ワンチャン、ワンチャンパー。ワンチャン、ワンチャン。スピンかけたでしょ、今。すごい。すごい。どうやってこの距離感、うん、かんやってるの、セイ君。うん。教えて。ただちょっと寝かせて打ってる。ちょっと寝かせて打ってるクラブを。今のって何度なんですか。58度。おお、すごい。こっちの回転かかってたもん。ね。で、ピッてこの速いグリーンで。そう。この放題で。もうね、あやめに来た人は分かってると思う、うん、ピンの横に止めるのめちゃくちゃ難しい。早いもん、本当に早い。すごい。去年からクラブがだいぶ変わりました、うん、ウェッジもね、うん、大人用ですもん。あとでセッティングもね、取りましょうね、ヘッドはもう。30ヤードしか飛ばない子がヘリース、ここ意外にきついですね。平らのようでアップダウンもあるし。ヘイ君ここダボでもパーみたいなぐらい長いから大丈夫だよ。ダボでまあ OK。長いよ。ジュニアのパー5より長いよ。だから、ね、ジュニアのパー5で何ヤードぐらいでしたっけ。今
200ないぐらいですね。そうだよね。全然違う。ないしょ。いいよ。いいよいいよ。ありがとうございます。ナイス。ナイス。次ね、こっちに打っていけるしね。なんか勝ってましたね。いい当たって右に入った。ラッキー。ラッキー。ピョンってこっち行ったんです。また近々試合とかあるんですか。大きい試合で言うと、うん、7月に世界ジュニア。ニアね、今年の。はい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 、今年の。どんな練習をメインにやっていく感じですか、ここから。何やる。肩。肩。重いけどね、うん、パターの何のどんなミスがあるの最近は。オーバーとかしちゃう。あ、強気にいっちゃうって感じ、うん、まあでも弱いよりはいいよ、うん、ね、オーバーできるのがすごい、うんうん、ショートなくなったよね最近ね。すごい、ね、うん、ね、その池はここはあの入らないからもう直接のちょっと左側に当たったらいいんじゃない。あそこの奥に人見えじゃん、わかる、うん、あっちの方がいいんじゃない。あっちの方が安全。セイクセイク、ちょっとおへそちゃんと下で行こう。そうじゃないとまたさっきみたいに、もう一回素振りして、おへそで、下、そうそうそう、それでしっかり振り切ってフィニッシュ、かっこいいやつ。オッケー、ナイスショ。ありがとうございます。打ちにくかった。打ちにくかった、オッケー、いい感じ、いい感じ。ナイス、すごかった、横から見て。悩ましいな、フォローか。まあ、手前の方がいいよね、手前から、ね、全体的にピンも手前だし、ね、お、いいじゃない。うん、で右です。オッケーオッケー、まあまあまあ、オッケーオッケー、オッケー、ありがとう。手前なら8番、うん、そうだね。パー取れない。見たことないよ。1分にすればいいじゃん。そうだね、絶対。あれ、意外と転がっ、意外といかないね。もうちょっと先だったの。ラインとか、うん、イメージかな。早いな、早い、早い、早い。あー、惜しい。当たりそうだった。当たりそうだったのに。ダボでもう一気に3オーバー。自分にストイックだね。すごい。パパがおもちゃ買ってくれない。それか、それか。パパ95で何オーバー？ 95？ 23？ 23っすね。そんな打たないわ。かっこいい。後ろからライン大丈夫？これちょうどいいんだよ。ちょっと下ってる？下ってるかな？いいよ。あ、惜しい。惜しいよ。惜しい。ちょっと待って、ゆっくり行く。後ろから入って、はい。うまい、うまい、うまい。今のでもちょっと気持ち落ち着かせた方なんですよね。そうそう、あれであの返し外してスリーパットしたらその日ラウンド崩しちゃうんですよ。だから僕は怖いんです。スリーパットはね、崩れていきますよね、だんだんね。でもだって今ランオーバー、そうそう、ね、ランオーバー常に95ってランオーバー絶対だ。もうスリーオーバーよ。えスリーオーバー。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。せいのすけくん、うん、なんとあのリンゴルホープ岩村カントリー、うん、7月28日に選手として出場します。出ます。
で、岩村カントリーの会場ではさまざまなイベントを用意しておりますので、詳細は概要欄とかコメント欄とかから見てぜひご参加ください。せいのすけくんインスタグラムもやってますので、ぜひチェックしてフォローもしてください、はい、めっちゃ勉強になると思います。本当にお願いします。せーの、バイバーイ。